なんだこの魂的なものが震える感じは。これを隠していたのか、学者どもは。これあれだろう、私のばあちゃんが言ってたあれだ。じいちゃんもなんか言ってた気がするが、とにかくあれだろう。なんだっけ、そう、わかるぞ、間違いない。見つけたものに幸福をもたらすという天上の星、こんなにいっぱい私の頭上に輝いてからに。伝承が本当ならば、いやー、ばあちゃんは正直者で有名だった。じいちゃんはどうだった。ほえ、あれー、死んでねえよ。見ましたか皆さん、私は神に選ばれた男です。鉱脈？ああ、洞窟探検だ。厄介な仕事なのか？ああ、ちょっとな。